部手作り、本社の手作りですごく素敵な衣装です。そちら辺もご覧ください。宣伝になりますが、来たる11月27日千葉県銚子市で黒潮よさこい祭りが開催されます。ぜひ来てくれたら幸いです。今日は笑顔いっぱい元気いっぱい踊りますので、会場の皆様ご声援よろしくお願いします。ああ、後ろそうですね。確かに黒潮ビュー潮くぐみ駆け足ブリッジ。未知なる挑戦、架け橋ブリッジ、今ここに参上する黒潮ビュー潮っ子組。
佐藤優さん。ありがとうございました。黒潮ビュー塩組の皆さんでした。元気いっぱい連合ありがとうございます。